今日から動画でもアゴラ子供版をやることになりました。僕と一緒にお話しするのはラボットのテンテンです。今日のテーマは最近アゴラでちょっと話題になった第3号被保険者という話なんですね。で、これは連合の吉野会長が検討するというふうに言って、大変な反響を巻き起こした話なんですけども、一般の方にはまだあんまり馴染みのない言葉だろうと思うんですね。これは年金とか健康保険などの社会保険の払う人の区別、社会保険料の被保険者の区別なんですね。で、第1号被保険者というのは国民年金ね。で、第2号というのは厚生年金、まあサラリーマンですね。で、第3号というのはそのサラリーマンの奥さんなんです。で、第1号と第2号の人は社会保険料を払って年金をもらったり、あるいは健康保険の医療費を3割負担にしてもらったりという、まあいわば保険料を払ってその対価を受け取るという仕組みになっているわけですが、第3号のこの、まあ、非扶養者ですね、多くの場合は専業主婦は、保険料を払わなくても国民年金と国民健康保険のサービスを受けることができるという例外になっているわけですね。要するにコストなしで保険のサービスを受けることができると。で、これは無制限にそうなっているわけではなくて、年収130万円までのパートの主婦は3号被保険者として、免除されるんですけども、年収130万円を超えると第2号保険者になるんですね。つまり年収130万円までは保険金払わなくてもいいんだけど、130万円を超えると急に年金保険の負担が増えるわけです。年金だけじゃなくて年金と健康保険の負担が増える。まあ大体手取りベースで 15% ぐらい減るわけですね、手取りが。で、これちょっとこの図をご覧いただきたいんですけども、この横軸が年収で縦軸が手取りなんですけども、130万円までは大体、まあ、細かく言うと106万円の壁っていうのもあるんですけど、ちょっと無視して、大体130万円までは年収が増えると手取りが増える。つまり、差し引かれるお金が、税金も引かれませんし、社会保険料も引かれないんですけど、130万円を超えた途端に、そこから社会保険料が引かれるわけですね。それによって年収が増えても手取りが減るという現象が起こるわけです。で、これが年収が150万円をちょっと超えるぐらいまで行くと、差し引かれてもようやく手取りが130万円ぐらいになるということで、まあ、これだったら130万円まで働かない方が得だなと。つまりパートの奥さんで言うと、一月10万円ぐらいまでは差し引かれないんだけど、例えば一月15万円ぐらいのパートになると、もうこの社会保険料を差し引かれて、働いても損しちゃうということで、いわゆる130万円の壁ができてしまってるわけですね。で、連合の吉野会長が、これは女性の社会進出を妨げていると。その女性がアパートの中途半端な仕事しかできない存在だというふうに職場の中で位置づけられてしまうと。
これを直さないと女性が一人前に認められないというふうに記者会見で発言したんですね。これはまあ必ずしも連合の、正式の方針ではありませんけれども、働く女性としての吉野さんの気持ちとしては非常にわかることですね。ただし、この第3号表現書をもし廃止するとなると、その対象になっている人はだいたい760万人ぐらいいるんですね。そうすると、今は保険料払わないで年金も健康保険も受け取れるという、まあある種の既得権を持っている人たちが当然大反対するわけです。で、この吉野さんの発言に対してはものすごい数の反対論が来て、アゴラの記事も大反対の記事が来てるわけですけども、本当にそれでいいんでしょうか？長い目で見て、女性が社会進出する際の障害になっているんじゃないでしょうか？これについては、アゴラでも投稿を募集してますんで、皆さんもご意見があったら投稿してください。